はい、どうも皆さんこんにちは、の永井です。今回ちょっとしたというか、かなり大それたというか、かなりダイナミックなお知らせがございます。今まで私が作ってきた、王国、永井の王国でございますが、何があったかと申しますと、永井シナトラ像、スタチューオブ永井、そして大王様の空中回廊、そして作りかけのグラスハウスがございました。そうですね、総制作時間にして20時間は超えてるでしょう。30時間とかそこら辺の超大作でございますが、そちらの王国でございますがね、2015年10月11日の日曜日をもちまして消滅いたしました。はい、いやもう涙出てきちゃう。原因はと申しますと、その日、日曜日、私はやることがなかった。午前中ですね。金魚の餌を買いに行くぐらいしかやることがなくて、それから帰った後、午後からバイトということもあって、じゃあ何をしようかということで、ずっと、じゃあ、グラスハウスを完成させようと思って、コツコツとやってたわけです。はい。で、グラスハウス、8割方完成しました。そしてだ。よし、じゃあ、あともう一息だ、と言った時にだ。家のものがですね、ブレーカーをガツンと落としてしまいまして。で、あーって消えちゃったなーって、でもオートセーブついてるから大丈夫かと思って、開いたら、なんていうか、そのね、こちらのセーブデータ破損しております。みたいなロードができません、削除しますかっていうメッセージがですね出てきたという、そうです、消滅いたしましたということで、今回からまた新しく王国を作りましょう。はい、切り替えてやっていきましょうということで、はい、行きましょう。 Go to the new world、 オープン。じゃん。でオープンしたらね、もうあるからこれもうこれ作りましたから、はい、もうね、クリエイティッドバイもついて、しかも明朝体からの行商体に変わってます頑張りました。もうこっちもこれ総制作時間3時間半ですねバカだろお前はっていう、はいもうこれがないと私の王国成り立たないからね。はい、ということで、 なんか あいつらそこに固まってんな。なんかあんのか、ここに。おいおめえら、おめえらここになんかあんのか、もう。ということで、こちら、始まりの宮殿でございます。光っておりますが、こちらをちょっと今回爆破しましょう。はい。爆破します。もうね、嫌になってきちゃった。こちらですね。火打ち石で持ってね。で、ここにね、もう TNT 仕込んでありますから。はい。消し去りましょう。微妙に残った。というわけで、今回、この始まりの宮殿からの、お送りいたしました。新たなる世界。また作るのか。やってこうあ、ちなみにこれ光る石があるんで、夜中でも綺麗に見えます。多分離れててもね、かなり見えるんじゃないかな。もうぐーっと離れて、こんぐらいでも、ほら見える見える、見えなくもないはい、こんな感じでやっていきたいと思います。今回、残念ながらそのね、王国がちょっと消滅しちゃったということで、悲しいお知らせになってしまいましたが、今回はですね、地下をねちょっとね掘れるようにしました。設定し直して、前までは確か3ブロックぐらい掘ったらもう岩盤来ちゃったんですが、今回はどんぐらいかな、70ブロックぐらいあるのかな。ちょっと見てみてください。ほら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 、かなりね下があるんですよ。でこうクーッと行くってと、はいはいはい、多分70ブロックぐらいまで掘れるようになっておりますので、またちょっと自由度が変わってくるんじゃないかなと思います。今度はね、データバックアップ取ってありますから、ちょっと見てください。この、
ですね、ゲームを終了してね、こう来た時に一応ちゃんとここにデータバックアップとして長井帝国と長井帝国2っていうのがあります。でこれちょっとまあこの癖つけとかないといけないのは、この1回終わるたんびにこうちゃんとねデータコピーして、噂は鵜呑みにしないことをほどほどに信じるのが一番ということだよね。これは何なんだろう今のは。こうコピーしてちゃんと長井帝国のあれをしておきましょう。コピーでして、はい、ロード。まあそういうことで、また次回からやってみましょう。やっていきましょう。やんなってきた。ということで、今回これで終了したいと思います。新たなる始まり。あのね、IH クッキングヒーターと洗濯機の脱水をね同時に使っちゃダメだよっていうのも何百回となく言ってるんですがね、理解してもらえない。次回もまた新しい世界で会いましょう。